笠置町の皆さん、福山哲郎です。今笠置山にいます。先ほど石仏にお参りをしてきました。キャンプ場もすごくにぎわっていると聞いています。厳しい状況が続いたと思いますけれども、これからインバウンド増えることで笠置町をさらに盛り上げていきたいと思います。ワカサギ温泉の再開にも力を尽くしていきたいと考えています。ここの鹿の料理は本当に美味しいと思っています。山野井和則衆議院議員とともに笠置町、そして南山城村、和束町周辺の自治体も一緒になって盛り上がっていけるように頑張っていく決意です。どうか福山哲郎よろしくお願いします。